あムカつく、テレビついてるな、めっちゃ腹立つ。いやそろそろ動画出さないとね。でもなんかちょっとあんまり動画のストックがね、いい動画できてから、まあ、雑談まあいろいろだったらやろうかな。雑談今日する気分じゃないけどする気分なんだよな。なんか気分はないけど話したことはね。いやそうね、まあ新元号出たじゃないですか。いやそれでなんかその言葉に対してそれは良くないって言ってる人ムカつくね。なんかうるぜーって思わない。だったらもうなんかいいヨヨみたいなさ、ヨヨ1年とかにしちゃえばいいんじゃないの。いいといいでヨヨとかにしちゃえばいいんじゃないの。ムカつくな。なんかそのいちいちね、全然俺極死とか、地獄の極に死の死でも全然いいしね。極死とか、あとなんだ、苦憤とかね、苦しいの苦に馬糞の糞フンク一年嫌だけどな。そんなふざけられたらほんめっちゃ面白とかね言えないじゃん。そんなみんなの前で何考えてるんだとかさ、お母さんたち言うけどめちゃくちゃ面白いじゃん。そんなのは、そんなのはってトミーさんが出ちゃったの、めちゃくちゃ最高じゃないですか。いやでも苦憤は嫌だな。苦憤は後期よりは嫌じゃないよ。後期なんてそんなもんはね、みんながなんか予想され尽くした言葉や。まあ令和ということで、そのなんかうぜえなーってなんかダメだと思うんですよねみたいな感じに言ってんのうざいね、キモいね、ネットってキモいなってすごいな。いやブーメランじゃないけどネットキモって思っちゃう。いやツイッターがキモいのか。俺もツイッターあんまり見ないようにしてるんですよ。めっちゃキモいんでツイッター。今、エイプリルフールと言語、二つ、嫌なものが、ドゥーンってなんか多分、なんか、誰かがやってた、スタンドで、ディオかな。こんなパンチしないか、ディオは。よく言う、俺がよく言うね。嫌なもののダブルスクリュー、ダブルスクリューパンチね。剣王のダブルスクリューパンチですよ。そんな感じがしますね。嫌ですね。ねえ。嫌だな、そんなのが来たら。本当に嫌になっちゃうよね。うぜ、キモって思うな。なんかなんだってよくないですか、言語なんて。もうプリン1年とかでいいんじゃないですか。みんな令和令和言ってる、キモ新言語却下します。まあ俺も令和って言ってるけど、みんな令和令和言ってる、キモー。わあ、嫌だな。俺のチャンネルの方さ、すごい、うわーってさ、うわーって言う。その声みんな嫌いな声じゃん。その、みんな嫌いな声なのに。俺のチャンネルの方はさ、俺のチャンネルで登録してる人たち、俺ね、適当に登録してるだけなんだよ、あれは。厳選されたアカウントあるんです。厳選されたチャンネル登録者たち。あるんすけど、そっちはない方。ツイッターもね、すごい可愛い絵描く人ばっかフォローしてるんで、やっぱ可愛い絵描く人ってつまんないじゃないですか。やっぱユーモアとね、その才能、何個も才能は持てないんで、面白くてユーモアのあるってのはできないんでね、オタクの内輪乗りを、オタクたちが面白いと思ってるだけしかできないんで、絵師の中では、って話で、ジブリを口笛で吹いただけで著作権侵害とかなんないかな。いやーでも嫌ですよね。なんか新元号の令和、命を持って命令に和を持てみたいななんか言ってる人がいたけど、
キモいなーってもうね、キモキモですよ。やっぱツイッターってキモいんだな。まあいい人もいますけどね、絵描く人とか面白い人とかいますけど、それ以外全部クソ、全部クソですね。でも絶対ツイッターで見んのもあんま良くないって最近思った。ピクシブでなんかね、おすすめ欄をずっと見てた方がいい。それもなんか普通おすすめ欄って途中で終わるじゃないですか。あれ無限に続くんですよ。まあ、処理落ちしちゃうんですけど、やりすぎると無限に続いてすげえって思ってね。でも絶対これいいねしたことあるやつがいいねされてないってことあるんですけど、反映されてない。反映、まあ反映だよ。なんかメガネ汚っ。いやーまあね、エイプリルフールですよ。クソみたいな嘘みんな言ってね。いやエイプリルフール俺嫌いになった。2年前やってたけど、2年前の俺でもめちゃくちゃ面白かったぞ。めちゃくちゃじゃないけど、なんか尖りすぎてめちゃくちゃ地味な嘘ついてたな。なんかめっちゃ尖ってた時期なんで、2年前はね。なんだっけな、1年後チャンネル登録者1万人いかなかったら坊主にしますって言って、なんか2週間後くらいに坊主にしてるっていう、むちゃくちゃな、その、でもタイミングめちゃくちゃ悪いっすよね。で、普通に1時間後くらいに、なんか2日後くらいにね、坊主にしましたってやればいいのに、2週間後だと、あ、こりゃいけねえわみたいにね、めちゃくちゃね、めちゃくちゃ早いわけじゃないけど、そこそこ早めに諦めた人みたいになっちゃってるから、あんまり良くないですよね。普通に更新速度なんてね、まあ、その時結構早かったです。今めっちゃ遅いですからね、更新頻度。なんかもう今ね、水溜りボンドに追い抜かれそうなんですよ、動画本数が。あの人たち毎日1本ずつ出してんで、俺はなんか最近2週間に1本とかですから、全然動画撮ってないんですよね。伸びないじゃんそんなのは。伸び、2週間も俺の動画待ってくれる人はめっちゃコメントしてくれるぞ俺の動画に、絶対。いやそんなことはないか。まあね、悲しくなっちゃうね。まあね、でも俺はその魅力がないわけとは思ってなくて、まあカリスマ性はないんですよ俺に。ただ面白いってだけなんで、カリスマ性はないから、まあいいですけど、面白さだけで、面白さがもうカリスマ性なんじゃないのかなあ。まあいいや。いやでも遊び遊ばせでめちゃくちゃ笑っちゃってるんですよね。いやなんか今めっちゃ漫画買ってるんですよ俺今。めっちゃ漫画買っててね、ね、これは結構素で出てる声なんで、皆さんは、あーもううぜえなー、うぜえよー、うぜえよー、腹立つなーこいつら、うぜぜのぜー、キモ、なんでもキモいって言っちゃうな。なんか最近メガネの反射でいろんなもんが映るんだよな。あと最近俺は見ないよって言ってんのは寺田心ですね。寺田心のブックオフなのに本ないじゃんみたいなこと言ってる。まあ、それは文だけで見るのはあるんですけど、俺絶対見ないから。俺寺田心は見ないよ。それ寺田心が嫌いなんじゃなくて、寺田心をいじる奴らが嫌いなんですよ。まあいじってるだけだから俺がいつも好きな人嫌いになるかっていうと、ちょっとほんの1ミリね。いや、まあにゃーんが怪人災害レベル竜のね、ワンパンマンのにゃーんが3ミリで通れるとしたらね、通れる3ミリで通れるじゃないですか。あいつはめちゃくちゃ急にネタぶりますけど、3ミリの隙間、あいつが通れるとしたら、まあ俺は 1.7 センチくらいですね。で 1.7 センチくらい嫌いになる。結構嫌いなの。積み重なる速度結構速いな。すごいよね。結構嫌いになるな、ドーン100センチとかじゃないんですよね。いや積み重なった時の、積み重なる時すごい高くなるやつじゃんっていう、ハードル低いのに普通よりも倍みたいなね、地率も速度速めみたいなね、すごいね。それは一番ではないけど結構嫌だよね。気づいた時めっちゃ高くなってるタイプの、まあセンチの最弱ですね。はい、ね、ちょっと嫌いになるよそれ。寺田心言うてたらね。いやでもね、寺田心言うのはまあまだいいんですけど、まだいいんですけど、キモ。
いやて松本さんみたいな言い方、松本さんキモいって言ってるわけじゃなくて、俺がそういうそっち系の人たちを真似してることにキモいって言ってるんでね。今ね言い直したわけじゃないですよ。普通にキモいじゃないですか、で関西弁言うのなんて。あーまあ関西弁言いてえな、関西弁楽しいんだよな、関西弁おちょくりてえ、めっちゃおちょくりたいな。うん、おちょくっていこうかな。ダメなんだよそれしたら、よくないんで。いや漫画最近買うんですよね、めっちゃ買っちゃった。うん、いっぱい買って遊び遊ばせでめちゃくちゃ洗っちゃう、ちょっと悔しい。なんかもうなんかね、いやー本当俺レベル高いのか低いのか分かんないですよね。まあもう自然体なんでね、猫の肛門とかが出るだけで笑っちゃうんで。面白い、猫の肛門、肛門が面白いんだろうな。うん、それで笑っちゃってちょっと悲しくなっちゃうね、猫の肛門で俺笑っちゃうんだって思って。ちょっと悔しいです、でも最高です。自然体のなんかもうそういう一発ギャグとかしなくなったんですよね俺。なんか俺ずっとイヤホンつけてんじゃないのかなって。もうイヤホンの影で、イヤホンの幻影、な何言ってんの、影でイヤホンの幻影って、イヤホンの幻影が見えるならいいのに、影でイヤホンの幻影って何でしょう。もうイヤホンのかその影がイヤホンみたいに見えるならいいのに、耳にできた影がイヤホンの幻影って何でしょう。影で幻影で本当に意味が上がらない、俺だけわかる。いいね、そういうものどんどん増やしていこう。ダメだよそんなんしちゃダメだよ、ね、自己満足で死んでいくぞ。まあ俺のやってるチャンネルなんでね、自己満足ですから、自己満足でもうめちゃくちゃお金欲しいなって思ってるだけなんで、みんなもね、あのお金くれるより人に勧めてくださいけどね、人に勧めるだけじゃダメなんだよな、人に勧めたところでいい方向にはいかないから。だからといってその見てる人を教育するわけじゃないじゃん、これはこういう風に面白いんだぞって言うんじゃなくて、そういう風に流していく、無理。だから俺はもうなんだろうな、自分のしたいことして、まあちょうどいいタイミングくらいでめっちゃ稼げるようになってほしいなっていう、スーパークズですね。うん、いやでも楽して金欲しいな、楽して金欲しい、金欲しい、めっちゃ大きな声出した、金欲しいだけなんか気合の入り方違うね。金欲しいって言ってもなんかいっぱい漫画買うだけだからねって言っても、俺買おうと思えば今ならそこそこ漫画買えるんですよ。あのブリーチとかじゃなければ、ブリーチカラー版全巻で、俺の買うっていうのは全巻ですから、ね、一応。うん、でもなんかちょっとバカなんだろうなっていう買い方しかしてないんでねえ、ちょっと嫌になっちゃうな。でもさ、中古屋とかで買いたくないんだよな、電子版で買っちゃう、まあ、電子版で買ったら買い切りなんだけど、賢く、ずる賢くないんですよ。なんかお尻めっちゃ痛い、例のお尻の痛いやつが痛い、めっちゃ痛いで、普通こんな痛かったら病院行かなきゃいけないの、放置してんの本当に意味が分かんないな。まあ今めっちゃお尻が痛い時期なんでね、そんな感じだね。うん、めっちゃお尻痛い時期だから薬塗ろ、痛い、痛い、ちょっと怖いやつ、怖いやつ、うん、怖いやつってみんな伝わんないし、俺は伝わってる、伝わってる、自分に伝わるから口に出す。いやお尻痛いな、何しよっかな、喋ることないわ。まあエイプリルフールはクソだよね、俺が偉くなったらエイプリルフール消します。雑魚の文化なんで、雑魚たちが踊る文化。まあハロウィンはね雑魚すぎるんでいいですけど、よくねえよ、全然よくねえよハロウィンなんて。クリスマスはねみんなね嫌いだと思うけど、俺はクリスマス好きです。あのケンタッキーが肉を焼いてくれるんです、ケンタッキーが肉いっぱい出てくれるじゃないですか、あれ絶対うまいじゃん、あいつら、あれを買いたいので。クリスマスはなくならないでほしい。いやでもハロウィンは全然なくなってもいい。ハロウィンなくなったところでなんかうまいもんはなんか減るわけじゃないじゃん、ちょっと減るくらいでさ、パンプキン何やらとかなんで全然なくなってもいいです、ハロウィンはね。あとなんだろうな、なくなってもいいよくない、興味がないからなくすって最低の考え方だからな、そんな。でもハロウィンって単純に何が嫌かってさ、
渋谷なんたらなんてみんなやってんじゃん、あの人たちが。あの人たちってちょっと範囲でかすぎだけど、ダメじゃん、そんなのやっちゃダメじゃん。なんでハロウィンだからって暴れるのってならない、理由になんないじゃん、そんなの。サッカー日本代表勝ったからなんで暴れるのってなるじゃん。いやー、おかしいよね。うん、だオタクたちがなんかさ、権力を持ち始めたら、アニメ化するとね、もう、まあなるんだろうね。嫌だな。オタクみんなあれやるんだぞ。あれやるんだぞ。でもその時のオタクは、今の陽キャたちが全員オタクなんだろうな。うん。映るオタクはね、テレビに映るオタク。ああ、そうなるんだな。鬼滅の刃がアニメ化したぞーみたいな感じで、キュイーンってみんな集まるんだよね。そう。ただ見た目があんま良くないオタクと見た目のいいオタクっていう。話し合いはできるけど、オタクのアイデンティティが失われて、みんな下を向いてね、オタクたちは生きていくと、今のオタクたちは。ディストピアじゃねえかよ、そんな。ね。そういうディストピア。嫌だね。でもね、俺、オタクオタク言うてますけど、なんだろうな。吐いて、めっちゃ吐いて。オタクって響きが好きなだけなんでね、俺は。オタクって言いたくない？なんか、オタク、オタク、オタクくんさーみたいな。なんか、オタクって言いたいだけじゃん。はい、今ねティッシュで歯磨きました。はい、歯痛かったんで。歯もなんかね、糸のやつなくした。糸のやつ買ったんですけどあれ高かったのになくしちゃった。なくしちゃった。いや、ちょっとよくわかんないですね。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、鈴が鳴る、鈴が鳴る、鳴る鳴る、鈴鳴る、ジンゴベー、ジンゴベー、鈴が鳴る。おお、チリガミドゥさんにとうとうブロックされた。ブロックされた。とうとうブロックされた。うわーん。今の流れでステッペンウルフのあれを歌おうとしたけど、吐いて。俺は絶対縮小に入れてもらえないんだな。バーンドビーワーディスティディスティスティスティディスティスティデ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 ィAnyone, born to be one, born to be one, born to be one. 言えね。叩きながら全然喋れなかった。ああ、喋ることねえな。これは動画化はするけど、まだ公開できないな、なんか。うわー、クソ、納得のいく雑談できないな。そんなめちゃくちゃ心の中でタックのことバカにしてたのに。いや、そのスランプなんてあるわけないよねーって。普通に眠いからなんですよね。眠いときはめっちゃ喋れるんですけど、最近もう眠かったら寝たいなってなっちゃって。めっちゃ住所あるじゃん。
映るかな。めっちゃ家住所あるじゃん。嫌だな、ムカつく。なんでこんなに住所あるんだ家。こいつもうぜえ。こいつうざい。めっちゃ反射すんじゃん。飲むとこうやって飲もう。こうやってってみんな見えないんだよ。見えないことはしちゃダメなわけじゃないよね。見えないことこそするのかもな。まあ、見えないっていうかね、まあ、見えないみたいなもんなんだよ、女動画なんて。あぼん。いや、すごい、もう雑談欲が、なんかね、超あったんですけど、殺されました。はい。いやー、やられた。あと俺今漫画読んでるからだな。あと腹立つな、このコップって言ったら本当にコップの魂が泣いちゃうから。慰めとこう。ごめんね。うん、俺が工夫すればいいだけだった。うん、本当だよな。本当にそうだな。冷静になって考えてみればいいね。うん、でした。今日のニキビのコーナー、ほらちょっと見るでしょ、これこれ今日のニキビ。俺はねめっちゃ鼻ほじります。今日のとこはこれまでにしとこう。やっぱ自然体なんで。まあ、言語とエイプリルフールの話したらなんか多分、あんましたくなかったんだろうね。あんまって。あんまって。ってなわけで、おしまいでーす。って思ったけど、やっぱやめません。でも喋ることありません。何しよっかな。何もすることねえ。寝よ。あ、寝たくねえな。全然寝たくねえ。いや、めちゃくちゃ寝たいな。めちゃくちゃ二重人格だ。うん。めちゃくちゃめちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいね。いいね。めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃいいね。おしっこ行こっかな。なんかやることあるかな。なんか特にないな。4月4日いろんな漫画発売されるからな。俺あんま好きじゃないんだよな。でも歌ってる瞬間好きなんだよな。なんか無心で歌ってる時は。ってことね。やることねえな。マジやることねえ。寝るのが一番だ、こういう時は。ああ、言語令和だってさ。いや、ま、言語とかなんかね、どんな言語がいい。まあ、言語もむずいからな。いい言語を考えるのってしっくりくる言語ってさ、令和って言ったって。しっくりこんでしょ、そんな。最初はこんのかな。でもそんな言語がさ、変わる瞬間なんて初めてだからさ、あんましっくりこないよね。あーでも後期じゃなくて本当に良かった。後期だけはやめほしいと思ってた、そのネット民が考えたやつ。本当に良かった。後期だけは嫌だった。なんか嫌だった。後期だけはなんか嫌だった。あーでもやっぱもうめっちゃふざけてほしいな。マシュマロドーナツとかさ、マシュマロドーナツ王国1年とかさ、なんだろうな。
バリカタソード1年とかさ、1年1年1年2年1年3年ってね。なんかもうみんな自分の言語を持っていればいいんだよな。マイ言語、そういう時代来ないのかな。あ、私の言語ドーナツ1年ですよね。めちゃくちゃ俺尖っちゃうな。2日に1回くらい書いてやろう。申請すんのもまあ電子化が進んでる時代がそんなふざけた考えことができちゃう時代なんてさ、2日に1回くらい俺変えよう言語。毎日言語を変更中みたいにさやっていいな、それ。毎日、毎言語。めっちゃ、毎日、毎言語。あれ？毎日、毎言語を変更中って。毎日投稿じゃないんだ。で、言語だけがシュピンって出るって。ね。たまに真面目に言語を作ってみたりね。うん。あと、なんだろうな。あとなんだろうなって、平成2とか言おうと思ったけど、平成2じゃなくてもっと違う。平成2はクソじゃん。そんなもっと平成埼玉2000みたいな、なんだっけ、埼玉2000みたいな曲あるじゃん、あれみたいに平成2000みたいな感じですりゃいいな。平成っていいね、名前。昭和もいいしな。明治良すぎじゃないか。明治って考えたやついいよな。センスありすぎじゃない。明治だけ、明治昭和平成な。大正とかさ、大正ってまあまあね、みんなが変って言われると変っていう感じの、なんかすごいそのあれだよ、あのボールにぶつかったん、ネットにぶつかったボールってこれ第7部の影響ですみたいなもんだよね。ちょっと意見がありゃそっちに行くし、こっちに意見ありゃそっちに行くし、こっちに行くしみたいな、そういうちょうど中間みたいな出来だと思うんだよな、俺の中で。っていうかどうでもいいんだろうな、どうでもいい、なんだろう、出来具合なんだ。いやー、明治は昭和もいいなー。昭和、ホットケーキって歌もあるくらいだからさ。あるくらいだからさ、それを出すね。例でそんなの出したところでさ、おー、だよねー、それがあるからいいよねーとはならないじゃん。全然ならないよな。びっくりした。全然ならないこと言っちゃった。これは手持ち無沙汰でやってるだけですけど。今ちょっと動画用にやったらめっちゃ痛くなった、小指のあたりが。鼻めっちゃ詰まる。さっき鼻がスースーする液体を直でつけたのにめっちゃ鼻詰まる。腹立つ。めちゃくちゃ鼻詰まるんだけど。あ、声大きな感じで喋るといいな。めっちゃ元気になる。ならないな、眠いからだ。眠いから適当に喋ってるだけだ。ってことね。やることはたくさんあるんだろうけど、なあ、見えないな。いや、見てないんだな。やることしかないんだよな、人生って。やりたくないな。やらなければいけないこと、やりたくないな。でもやらなきゃいけないことってもうやってるじゃん、そんなもんは。だからね、まあやらなきゃいけないことには変わりないんだけど、未来の自分に楽させてあげるために今頑張んなきゃいけないのか。面倒。ずっと楽してよ、そんな。おしゃべりばっかしてけいね。おしゃべり欲が殺されたな、最近。あ、違う、今漫画モードになった。漫画読むモードになってるから、おしゃべり欲が殺されてるんですよって言っても全然喋っちゃってんじゃん。全然殺されてないけど、これめちゃくちゃ殺されてるんですよ。なんか今日心がウキウキしないんですよね。雨だからだ。あ、雨って言ったらそう、住所バレるかもしれない。雨ってだけでバレるわ。あー、だからもう日付ずらしてやろうって言っても、言語が発表されたよって言ってる時じゃん。うぜえ、言語発表されやがって。バレるじゃん。うわ、うざ。言語うざ。許すまじ。言語とエイプリルフールダブルの。ダブルじゃん、そんな。ダブルでこの感覚。まあね、嫌だからね。嫌なもんだから感覚開けるよね。二つじゃないよね。嫌なもんだから二つ開ける。イフせねばならぬものなのでね。うぜえ、もう絶対いつ雨が降ったかバレた。うぜえ、
うざすぎる。本当にうざい。ふざけんな。あー、もう元号とエイプリルフール大嫌いになりました。いや、で、元号はちょっと嫌いになった。で、エイプリルフールはもうやばい。めっちゃ嫌いになった。おならしよう。屁の匂いを確信。鼻詰まっててわかんねえ。やな、うぜえ。おなら嗅ぐためになんか鼻が覚醒した。鼻良くなったわ、おなら嗅いだら。うざ。そんなもん嗅ぐために鼻良くなんなよ。めっちゃ腹立つ。なんでそんなひどいことするんだろうね、人体って。嫌じゃない、そんなの。だって、おなら嗅ぐために鼻の通りが良くなる。そんなの絶対に嫌だ。あ、一瞬だけだった。俺さ、鼻、もうなんだろうな、お尻拭くのも下手なんですよ。お尻、普通に太ってるからもあるし、太ってなくても多分ね、下手だし、いや、太ってるから下手なんだな。鼻噛むのもめっちゃ下手なんですよ。ティッシュが絶対ここにつくんですよ。下に。超下手なんですよね。あと、歯磨き30分くらい時間かけるしね。あ、それ普通になんか謎にこだわってるだけなんで。な、そのせいで全然歯磨かないんですよ。めんどくさいんで。めっちゃ歯磨くんですけどね。いやー、でもね、まあみんなで旅行行ってきた時もね、結構止まったんですよ。止まった時もね、やっぱ後半から口臭くなってきたね。歯磨いてないから。口臭かったな、俺。やだな、口臭い、俺。な、今日、舌ペロって見せちゃった。舌が痛いんだけど、なんで舌、いや、ツイッター開いちゃった、癖で。ツイッター開いたら俺はいい気分にならないからな。でも俺今、ナルセのアンチになっちゃってるんですけど、ナルセさんじゃないけど、まあ、ナルセのアンチになってね、まあ、インスタグラム見たっけ。うわって思っちゃって、すごい投稿してんなって思っちゃって、まあ、詳しくは見てないけど、冒頭のな、この正四角形っていうか、まあ、四角形を見て、ウォッ、キョッ、キョッって思っちゃってね。閉じました。閉じて、なんかね、まあ一回だけ DM したことあるんですよ。インスタグラム DM を消しました。シュンってね。それくらい嫌だったな。嫌なもんは嫌だね。うん、いや、その、面白かった頃が好きなだけでね、今の時期は全然好きじゃないんだよ、俺は。やっぱ面白かった頃が好きなんですよね。まあ今見ても面白いかって言ってまあ面白いんじゃない今見ても。なんか、ユーモアがさ、本当に死んじゃったよね、あの人。そこまでユーモアって死ねるもんなのかなって思っちゃってさ。なんか、ギルティ少年団もさ、ゲロシリーズとかさ、こういうこともしますぜデュフフみたいなね、こと言ったけど、いや、そういうことじゃなくないか、ユーモアって。面白さって思っちゃった。毎回思うんですよね。そういうことじゃないだろう、面白さってのは。って思っちゃうんですよ。そういうもんじゃないじゃん。だって。で、なんか TikTok の不快潜入とかさ。なんか。今やったら、ああ、ってやつじゃん。全然有名でも何でもないからやることに意味があったのに、なんか、今やったら、うーってなっちゃう。目ゴロゴロしてる。ツイッター開いちゃうな。チック。目がめっちゃゴロゴロする。
インスタライブ中にゴタップでフェイスフィルターかかっちゃって外せなくなるか。平成チラウミ水素水さん、まあ禁煙席さんですね。でも俺なんかツイキャスで喧嘩した時にね、 AKA つけてるやつダサいって言っちゃったんですけど、俺なんだろうな、そのヒップホップとかなんかそういう血の系でつけてるのがダサいって言ってるんじゃなくて、そうでもないのに AK つけてるのがダサいって俺は思うんですよね。なんか嫌だなと。それやってるので全然 AK 使っていいですけどっていう、いや AK 使うんだったらやれよみたいなのあって、うん、そういうのあるんだね。 AK ってね、 AK って口に出すと AK え？ん？ってなるよね。でも指で出せないな。まあ、パソコンで文字打つのも、まあ、指で出してるようなもんですけど、指では出してない。機械くんが。俺は美女、女の子、可愛い女の子が、ね、エロい、エッチなお姉さん、エッチな機械音痴なお姉さんか、機械くんがって言って。キモ、この身なりで、この容姿で機械くん。滑稽ですね。うん。面白いね。機械くん。いいね。これ俺しか笑わねえからな。機械くんがやってくれますからって言っても。誰も見てくれてないの奇跡だからな。感謝しなきゃ。もうな、何が嫌かってさ。お、めっちゃギュルギュルいってる。パソコンが。なんかウイルスにでもかかっちゃったかな？なんでそんなこと口に出すんだよ。ウイルスにかかったかどうかを言うのはいいんですけど、そんななんか、適当なんだよな。心が全くこもってないんだよ。まあ、込めなくていいしな。そんなものに。まあ、心込めなきゃいけないものって限られてるんで、うん。いちいち心がこもってないとか言ってくるやつ、キモいな。ムカつくんだよな、なんかさ、おにぎりうめーってやつあるじゃないですか。俺がやったやつ。今ちょっと似てないですけど。あれでなんか心がこもってないやり直しっていうね。あのね、使い古されて気持ち悪いゴムで使ってきたやつがいたんですよ。本当にそういうやつはね、なんかもう、なんだろうな。音と光だけの落雷、1000発くらい浴びてほしい。うん。電気は全く流れないんだけど、音と光の落雷。あ、ちょ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 、ってさ。そしてもう、うわ、うわ、うわってなってるけど、もうなんか、1000発いけるじゃん。もう多分。普通にショック死するよね。うわ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 ってなるからね。でも全くなんないですよ。もうなんかビリビリとかなんない。もうただただ音と光だけの落雷に浴びせられ続けてほしい。本当にそういうやつはもう当たったら絶対ショックでかいね。バーバーシューバーシューってなってんで、普通落雷当たったらさ、もううんうんってなるじゃん。うんってね。ふんって言ってもわかんないの。うん、あーみたいな感じさ、気絶するからさ、音なんてわかりっこないじゃん。わかるのかもしれない。でもその、音と光だけのやつってめっちゃ音が、バコン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 、あーってなるわけじゃん。っていうか、雷の音間近で聞いたらやばいんだろうな。トラウマになるだろうな。これ最近のね、あれですよ。高校生お姉さん、ここおね。ちげえ、なんここおねって。なんだ、高校生を養いたい、男子高校生を養いたいお姉さん。で、なんか雷が苦手らしいんでね。ああ、言っちゃダメだ、これは。あんま言っちゃいけない。特典で載ってた情報だから。多分特典で載ってた気がする。最悪だ。ちょっと、でもいいか。ええ、見せてるわけじゃないもんな。うん。いいんだ、いいんだ。危ない、危ない。自分を正当化して生きていこう。いやでももうすごいお金使ってた、いつの間にか。腹立つな俺。全然漫画買えねえ。俺が次もうバカになって買っちゃおうかな。あ、もうバカなんで買いまーすって言って買っちゃおうかな。できないな、そんなのはできないな。バカじゃないからな俺は。うん、バカじゃないから買わないんだよ。バカになっちゃおうって言って。バカになれないしな、そんなのは。
買う順番、まあからかい上手の高木さん欲しいよね。でそれでも街は回ってるっていうのはなんかね、極むつさんが話してたんで面白いらしいんでね、なんかおこれも見ちゃおうかなって思って、あとキングダムを前半部分アニメでやった部分買いたいよね。ずーんずーん、あ、で、サイケ待たしてもなんか宣伝してたんでね、面白くはないだろう。まあ、そこそこは面白いだろうけど、あ、おしっこ行きてー、おしっこ行っちゃおうかな。ポクシン、おしっこ行ってまーす。やば。一番つまらない人間じゃん。しっかりと反省してほしいよね、そんな言動。あー、トイレ行こう。ということでね、おトイレに行ってくるタイミングでね、今日はやめよう。バイバイ。一旦やめよう。だって、まあいいか。止めたところで。